ねずっとにゃちゃんです。今日もですね USJ に来てるんですけど、 USJ は毎年1月からクールジャパンが始まるんですよ。でね、もうねクールジャパン2020年始まってます。前に動画出したんですけど、でもともとねクールジャパンっていうのはその USJ が1月からすごい閑散期になるんで、その閑散期をなくすためにクールジャパンを作ったのが始まりなんですよ。だから今日はですね USJ のクールジャパン2020のねパークをね一周していきます。じゃあ早速ね行きましょう。はい、これがねゲート近くですね。で僕のね YouTube のコメント欄にあったんですけど、確かにねこのゲートにデコレーションなくなりましたね、うん、前までねデコレーションあったんですけどね、ここねエントランス入った後の、ね、中の風景ですね。ほらしっかりとね今回ねコラボするねコンテンツのねカーテンがあります。カーテンじゃないか。でねモンスターハンターだけは3月20日からね開始です。でここがねユニバーサルスタジオストアですね。でしっかりとね今回のコラボ作品のね壁紙があります。見せましたよね、これコナンで、これがルパンですね。で僕ね前気づかなかったんですけど、これね宝石盗まれてた設定あったんですね。気づかなかったです僕。でこれがね進撃で、これがねモンハンですね。でこれがね新しくできたねルパンの壁紙ですね。でこれがね進撃の壁紙ですね。でこれがねその今回のコナンの壁紙ですね。で一応ねこの壁紙とかあとはねその展示物とかは全部ねあのユニバーサルスタジオスターっていうね入り口入って最初の左側にある店で見ることができます。でねこのねユニバーサルスタジオストアで今回のコラボ作品のねグッズとかがねめちゃくちゃ売ってます。はい、シネマ 4D の近くなんですけど、ここでもねグッズとかが売ってますね。服とかがかっこいいなめちゃくちゃコナングッズ売ってるよここ。すごい売ってるわここ。すっごい売ってる。ルパングッズも売ってますねここは。あこれね僕欲しいと思ってるんですよこれ。はい、ここはですね進撃グッズも売ってますね。進撃グッズのねオッチがね6500円。これね良くないっすか。進撃グッズねやっぱり豊富ですね。めちゃくちゃいい。これがね立体起動装置ですね。これもね一応売ってるんですよ。でもねめちゃくちゃ高いですこれ毎年売ってるんですけどこれで、その進撃の巨人のライドの近くはめちゃくちゃ進撃の曲が鳴ってますやばい。やっぱここねいいっすね。多分ねここがね一番の写真スポットですね。150分、シングル。多分ですね1月から中国の方で春節が始まるんで、1月いっぱいは僕ね混むと思います。だからもしねクールジャパンとか楽しみたい方がおられましたら2月の前半がねおすすめと思います。ルパン三世ね20分前なのにめちゃくちゃ並んでる。今回の人は多分見れないですね。おお、もう任天堂エリアね気ができてますね。でね前テレビで見たんですけど、もうヨッシーとかあとはネットで見たんですけども、クリボーとかもう完成してるらしいですね。早く見てみたいな。でもねピーチ城とかクッパ城とかね全然できてないらしいんで、今から行けるんかな、頑張ってください平和に戻ったミニオンパーククールジャパンの時に開催されているコナンのミステリーチャレンジなんですけど、僕ねそういう系ね苦手なんですよ。だから今度ね友達と参加します何の報告っていう、おなじみのねミスレスですねまたね行きます。なんせねもうねすっごいね人気ですからね、毎回チケット完売なんですよ。だから予約して行った方が絶対いいと思います。はい、今ねそのジュラシックパークのライドなんですけど、超珍しく水抜きしてるんですよ今ね。ちょっと封鎖されててその中身は見れないですけど、頑張ったらちょっと見えます。写真はさすがに僕はちょっと撮らなかったんですけど、うん、だからちょっとね珍しいです。まさにね池の水全部抜くですよね次はねあのでっかいラグーナの水抜いてるとこ見てみたいですね。どんな感じなんやろ。はい、でここがね今回新しくできたね進撃初のねレストランのね調査兵団の食堂ですね。またね僕も食べに行きます。僕やっぱりねビーフステーキ食べたいんですよね絶対。はい、でここがねルパン三世のレストランですね。でここなんですけど、そのコナンのミステリーレストランと違って予約なしでも入ることができます。で一人のご利用時間は70分らしいですね。いやメニュー見てもねすっごい楽しみする。またね行きますやっぱりねここら辺はねクールジャパンのねカーテンが多いですね。カーテンじゃないか僕ねちょっとすごいこと気づいたんですけど、2人撮りねシングルライダーなんか混んでたんですよ。どういうこと、
こんなことないよ普通。普通だってね、そのシングルライダーの方が絶対空いてるはずなのに、これってもう異常よ。多分なんですけど、多分コナンファンが遠征で USJ に来たことも多分それ絶対あると思うんですよ。うん、ほらここねステージ18のね近くなんですけど、前までねミニオンズだったんですけど、今回ねこれに変わってました。なんかついにねクールジャパンが始まったって感じがしますね。うん、夏になったらねワンピースとかやったんですけど、なんかね今年の夏とかになったらあそこの絵がマリオとかに変わりそうじゃないですか。どうですかね。でもあれ期間限定のものが多いですからね。うん、でなんと今回ですね、そのコナンズエスケープが行われるそのステージ18の近くにね赤井さんのね愛車が置いています。でほんまにもう中身までほんまに再現されてるので、ほんまに僕おめでとうと思います。はい、じゃあ今日はですねクールジャパン2020のねパークをねちょっと一周しました。でほんまにねもうパーク歩くだけでもねすごい楽しいので、ぜひね皆さんもね楽しんでください。はい、じゃあこれからもねいろんな動画を上げますので、ぜひチャンネル登録グッド評価そしてツイッターボタンも忘れなく。というわけでバー